小林清地家が川口義満次生腫れ光線画とは浮世絵の一種。明治時代初期に小林清地家によって始められた新しい様式の名所へ風景画。同時期の他の浮世絵師たちが明治期特有の独々しい色彩を使用していたのと対照的に清近らは文明開化の波にさらされた江戸から東京に移りゆく都市景観を光と影を効果的に用いて、 新しさと教習とが同居した独自の画風で描き人気を博した。明治9年8月31日付で、清下が半元大黒山継平吉から光線画と名付けた東京新大京宇宙図など5点を出版したのが最初である。この5点が好評で驚くほど売れたため、以後次々と出版された。明治十二年からは半元が福田熊次郎に移り、掘り、 すりともに充実した作品が次々と出ている。出版までの事情は明確ではないが、清下の五女、数は人形町の具足やや、両国の大平等という人が、父の書いたスケッチ帳を見て、一奮発しの木で、横角の木版にしてみたら、また変わっていて良いかもしれぬというようなことから、実行されたと10回している。光線画の名前は松木が考案した。当時者中に、 ガス灯が灯り始め、人々が光は戦場をなすのに気づいたため、光線という言葉が流行したと言われる。清下が手掛けた光線画は5年間で松木から17点、福田から76点の総数93点に上る。これらは清下没後の解雇展などで東京名所への名で一連の作品としてくくられ、現在でもそのように扱われる。しかし、 明治14年夏、清下は、光線画の制作を中止し、以後風景画を描くことはあっても、光線画風には描かなかった。その理由は、清下自身の言葉や、清下の娘、かつの回想でも語られていない。同年1月と2月の大火事で、戦災との関係が破綻したためとも、半元である松木の経営悪化によるとも見られ、 事実清家作品の出版は大幅に減少する。また、画家が愛した江戸の風景がなくなったためとも、明治14年の政変で、反政府派に転向した清家にとって、明治政府による社会変革を肯定的に見る資格を誘う、光線側耐え難い作品になったとも、弟子の井上康二の風景画における才能を認めたため、道を譲ったとも言われる。その後も後、光線側、 根強い人気があり、安次が引き続き、東京名所へのシリーズを描き出版している。清近や安次以外で、光線画を描いた絵師として、後世田法流の弟子と言われ、明治13、14年に清近の影響を受けた作品を十数点発表した小倉竜村や、明治18年に、京阪名所杖を出版した京都の絵師、野村薫国が挙げられる。なお、 清家や安寺の光線画は、当時外国人に人気だったちりめん画も現存しており、土産品として海外にも需要されていたのを物語っている。その後、西紀への衰退に伴い光線画も描かれなくなるが、明治末になると清家の東京名所へを再評価する動きが起こる。木下木太郎は清家を訪ね、作品のことを聞き、大正2年雑誌、美術に、 清近東京名所へを発表する。同年、長井花風も日和下駄において古き良き江戸時代の風景を伝えるとして、清近の東京名所へを高く評価した。こうした動きは川瀬智江水や吉田博史、土屋光一らに引き継がれることになる。清近による光線画の特色は光と影、光の揺らぎ、色彩の変化を細やかに写実的に捉え、 木版による西洋画とも言うべき点にある。西洋風の合理的な観察眼に基づいて、物性とそれに当たる光源の特性によって、すべての色彩と明るさ、物の質感が現出されるという原理を踏まえ、それを巧みに取り入れて、新鮮な画面に定着させた。感傷的な上司を作り出すのに、空の描写が果たす役割が大きい。風景画において、 空は重要なモチーフであるが、清近は従来の西系風景画と異なり、水平線を画面中央より下に置き、広くなった空には、写生に基づく自然な色と形を持った夕焼け、朝焼け、月光を映す雲が描かれる。清近はこれらを自ら好んでいった写生や写真、同伴画、石版画に学んだという。特に当時の日本では、 イギリス型の機関車しか走っていないにもかかわらず、アメリカ型のものを描いていることから、アメリカの石版画の影響が指摘されている。これら実験的な政作にあたって、清近は従来の西絵と異なる番ごしらえについて、職人たちに知識を促す必要があった。かつは清近自身が彫り、絵の具合わせまで行ったと回想している。実際はその通りではないようだが、 清近自身が彫りやすりに深く関わり、今までの木版手法にはない、新しい表現に不信していたことを物語っている。版元の違いによって、絵に違いが見られる。松、ま、木版は、銅版画に習った編み目状の模様が見られるが、福田版ではなくなりぼかしの技法が多くなる。また、松、ま、木版では、多くの短い線を重ねて、地面や物の形を表しているが、 福田版では線を少なくし、表現をやや簡略化する傾向がある。明治初期における西洋文明入記にあって、公前川、広重の名所井戸百景に代表される江戸名所図の系譜を引きつつも、今までにない新しい西洋風の手法で描いたものとして、人々に好感を持って迎えられた。明治9年は、フランスで第2回印象派展が開催された年にあたり、 清地下による光線画の制作と時期的に重なっている展覧会図録論文解説書。ありがとうございます。